こんにちは。今日は長年腰痛だった人もやってみたらめちゃめちゃ腰が軽くなって、私はもう腰痛もしちゃダメだなと思ってたのに治っちゃいましたっていう人も結構いるタオルリリースのやり方をご紹介します。でね、ユナゾンと一緒にやってみるので皆さんも一緒にやってみましょう。まずはタオルを1個用意して、はい、1回結びます。これね、本当に効果があるからね、絶対一緒にやってくださいね。あのお尻周りがお肉が取れないっていう人にもすごく効果的です。はい、そしたらもう1回結びましょう。よくね、テニスボールとかであのお尻をリリースするっていうのもあるんですけど、結構ね、テニスボールだと痛すぎたりするので、こうやってね、タオルを縛ってボールを作ってくれるとね、これでちょうどいいので、ね、今これでそうやってみましょう。じゃあ仰向けに寝てください。はい、膝を立てて仰向けにと寝てる状態で、まずはどの辺が硬いのか、左右どっちが硬いのかをチェックします。もも、膝を閉じてるままで左右に倒してください。そう、膝がね、開いちゃうと分かんなくなっちゃうから、膝をピタッてくっつけたままで左右に倒してみて、なんかここら辺が痛いなとか、なんかここら辺が引っかかるなとか感じてみる。どうですか？右側が引っ張られて、うん、腰が上がっちゃう。腰が上がっちゃってるのに気がつかないで、こっちすごい倒れるけどって思ってる人いるんだけど、できるだけ腰をこう反って上げないで、腰を上げない状態で足を倒してって、どっちの方が倒しやすいかなってこう感じで見てほしい。腰ちょっとわざと反ってみて、倒して、そう、こうやって腰グーッと反ってあげるとどこまででもいっちゃうんだけど、こうじゃなくって、あんまりできるだけ腰は反らないで倒れるところまで倒して比べてみると、今ユナゾンはこっちが硬い、あ、まだ、で、痛みはないですか？この辺、この辺が痛いなってところをこうやって触ってみて、あとはどこが硬いのかなって触ってみて、まずはお尻がやりやすいので、お尻にちょっとタオルを入れるようにして乗っかっていきます。はい、やってみましょう。皆さんも一緒にやってくださいね。そう、最初全部こうやって乗っちゃうと痛かったら、こっちの足だけ倒すぐらいでもいいので、これどう？まあ、ちょっと気持ちいいかなぐらいでまずやってみて、こうやって足を動かすと足の力が抜けるので、なんかね、痛いとふーって力入れながらグリグリってやっちゃう人が結構多いみたいなんですが、それだと硬いところをグリグリやると後でね、痛くなっちゃうので、できるだけ力を抜いて、そう、大丈夫だったら両足こうやって乗っかってってマッサージする感じ。で、一回戻って、で、このぐらいやったらタオルを抜いて、もう一回左右に倒して比べてみます。お、どうですかね。おいい感じ、スムーズに、そう、このぐらいちょっとやるだけでもすごいね、動きやすくなるんですよね、さっきより。ただでもなんかまだこう今のところが動きやすくなると、その上とか下とかちょっと別の場所がまたなんかもうちょっと どんな感じする今。なんかちょっと腰の方がいい感じ。そしたら腰の今度この辺に入るように、そう、タオルを入れて、うまくね、その硬いとこ自分でこう触ってみて、そこに当たるようにタオルを入れて、でちょっとそうやって、そうどれぐらい体重を乗せるかで、こういっぱい乗れば痛いし、ちょっと戻せば痛くないので、その体重かける量を自分で調節しながら、痛ってならないぐらい、笑顔でできるぐらいの感じで、そうやって、でもう一回抜いて、でまた左右倒してみる。おお、どう？痛くない。おお、そうなんですよ。結構ね、これ本当マッサージ屋さん行かなくても、自分でこうやってやるぐらいで、結構ね、気持ちよくなるね。今度むしろこっちの方が硬くて、なんかこっちが気持ち悪いかなっていう感じになってる。そうしたらもう一回今度反対側をやってっていう風に
そうやっていきます。でこのねずーっとただひたすらグリグリやるんじゃなくって少しやったら左右比べて、あもうちょっとここら辺で自分で触ってここら辺かなって改善したかどうかを確かめながらやっていくのが上手にやるポイントです。であとはあのももが太くなっちゃってる人、あともうここら辺の方まで腰痛からこうなんかしびれが出ちゃってる人とかもここのももの外側が硬いのでこの辺も結構いけます。ここにこうやってタオルが当たるようにこう置いといてこうやってここでもう横向いちゃってこうやって乗っかっていく感じ。痛い結構痛いです。痛い意外と痛いんですよ。そうここがね緩むとまただいぶ足も腰もすごい楽になってくるので横向きでこうやって乗っかっちゃってだんだん上から下まで場所を変えて下ろしていきます。そう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 、ももの部分、太ももの部分は結構こう脂肪が薄いので直接筋肉に当たって結構痛いかもしれないからタオルをねちょっと潰して面を広い状態でそうやった方がいいですね。このぐらいで広い面で、ここはもうテニスボールとかじゃ全然できない、ボール転がってちゃうし痛すぎるので、このぐらいの感じで、そうで、まあ4箇所ぐらいももをやってあげると、まあ結構痛いよね。結構痛い。そうなんですよ。これでも特にあの反り腰の方はももの前側とか外側ってすごく硬くなってるので、この辺が硬いからここからお尻で腰につながってて、そのせいで腰が痛いっていう人もいる。ももの外側とかお尻をほぐすと意外と腰が痛いのが治っちゃうっていう人もいるのでね、ここ大事ね。うん、これでもう一回ちょっと左右比べてみて、おお、すごく行きやすいね。こっち硬いね。そうなんですよ。ここの部分、腰からこここうやって筋膜がつながってるので、ここだけじゃなくてこの全体をしっかりねリリースしてあげるとすごく動きやすくなって腰が楽になります。この辺とかって普段痛くならないから分かんないんだけど、すごい硬くなってる、痛かったですね。結果これここに引っ張られて腰が腰痛が出てる人がすごい多いんですよ。だから毎日これをねしっかりやってあげて、その後、まあ、もうちょっとプラスこの足をここにこっち乗せます、でこの足の重さでこうやって、ストレッチしてあげる。この足グイグイってあんまりやらなくてもこの足乗っけてるだけで結構伸びるので、今のこのラインを伸ばしながらストレッチとしてあげるといいですね。ナイトルーティンとかでストレッチ皆さんやってくれてると思うんですけど、それでもね十分体伸びてる方はそれでも OK だけど、まだなんか腰が痛いとか股関節の動きが悪いなっていう人はこういう風にリリースとストレッチ、リリースしてストレッチ、OK、反対もやってください。リリースしてからのストレッチっていう風に順番でやっていくとどんどん体が柔らかくなるので、やった後にちゃんと柔らかくなったなって感じるようにやったらどんどん動ける体になっていきます。今どう？こっち気持ち悪いね、硬いね。だからこうやって左右の差がある人は、まあ、硬い方をしっかりやって左右差を整えていくと、なんか骨盤私歪んでるんじゃないかしらっていう人も左右の差がなくなると骨盤が整ってきます。もう一個ストレッチを、こっちに今度足を乗せてこうね、そうでこっちの足を持って、はい、自分の方に引きつけていくと今どこが伸びてます？そう、その辺が伸びるんですよね。このストレッチもやっぱもうすごく硬くなっちゃってるとなんかもう痛いだけで、あなんか伸びない、もうやりたくないっていう風になっちゃう人があるので、なんかここら辺なんか硬いなってところを触って、これこうね、これが伸びてないからいかないので、そこにでこういうところのお尻はあんまりこう平らじゃなくて少しこう縦に
ちょっとボール風を大きくする感じでこう縦になるようにちょっと置いて、はい、で乗っかっていく。そう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 。で少しちょっとそこを、そうね、今硬かったところをちょっと痛いね。あんまりグリグリやりすぎない、あんまりグリグリ力を抜いて、そう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 、うん、もうこれぐらいで OK。 これでもう一回ちょっとストレッチやってみて、おーおー、全然違う、ほんとおーなんですよこれね、ほんとやってみるとびっくりするので、うまいところ、上手になるとこういう風にあ、ここっていうところにね、ピンポイントでちゃんとうまくできれば、すごい嫌じゃないでしょ今ストレッチが、うん、そう、気持ちよくストレッチできるようになるので、もうなんか痛くて嫌だって時はタオルリリースを一回入れる。はい、反対も一回ストレッチやってみて、はいやっぱその辺、そう、こう触ってこう、あ、ここ硬いかな、あ、ここなんか、あ、ここが引っかかって伸びないからいかないんだなってとこ、そうやって触って硬そうなところを見つけて、はい、タオルを入れて、そう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 、もうそのままの格好でちょっと乗っかってもらえると思います。で少しちょっとこれね、上手、さすが慣れてます。そう、少しちょっとこう股関節をこうやって動かしてあげると、この力が抜けてやりやすくなるので、少しそうそうって入れながら、でも力は抜いてグイグイってやらない、ついついねグイ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 グリ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 やりたくなっちゃうんだけど、その時ほぐれてもその後またちょっと硬くなりやすくなっちゃうので、やりすぎない、うん、気持ちがいい笑顔でできるぐらいでやりましょう、うん、どうかな、ほんとこれぐらいで一回また確かめてもらえる、もうどう、あ、まだある、あとどこ、そう、変わんなかったらちょっと今やっぱり的が外れてたかな、で、ちょっとあのタオルが潰れてるので、この角度でいいよね、こうこうこうそうそうそう、タオルのお尻の場合は少しタオルがこうじゃなくて高くなるようにして、あ、入れてあげると中まで、でお尻ってこう何層もお尻の筋肉、大臀筋、中臀筋、小臀筋とかたくさんあるので、その中にもまたいろんな筋肉があるんですから、奥の方で固まってるところがあるから、少しちょっとね、タオルをこう角度を鋭くしてあげると、中までだんだん入ってくる。OK。どうかな？お、変わったね、変わったね。うん。いい感じ。っていう風に、2、3回目、ストレッチとタオルリリースを繰り返してあげると、どんどんなんか、おお、柔らかくなってきて楽になったっていう風になって、腰の痛みもかなり楽になってくるので、どう、うん、そうなんですよ、ストレッチがこのビターってくっついちゃってる状態のままストレッチやっても伸びないですね、痛くて嫌なんだけど、こいつを使うと楽にできるようになるので、ぜひやってみてください。みっこ、ハッピーワンポイント、腰痛は自分で治そう。もう私、生まれつき腰痛持ちぐらいに思ってる方いると思うんですけど、今やったようにね、結構ちょっとタオルでほぐすだけで結構腰痛って楽になる人が多いんですよ。もうね、関節、お尻周りとかがね、ガチガチになっちゃってるから、その辺が動かなくて引っ張られて腰が痛くなっちゃう。で、ぎっくり腰とかもね、年に1回2回とかなっちゃう人って、その前に必ずお尻周りがね硬くなってるんですよ。あと、まあ、スクワットとかトレーニングを一生懸命やってる人も、トレーニングやった後って、ね、股関節ガチガチになるとちょっとなんか腰大丈夫かなってなるでしょ、この時にちゃんとタオルでリリースしたり、お尻をストレッチしたりっていうことをやっとかないと、トレーニングもねやりっぱなしだと硬くなります。座りっぱなしとかじーっと動かないのも硬くなる、ね、けど、そ
トレーニングでギューって締めたままにしてるのも硬、うん、くなっちゃうから、どっちにしてももうね、40代からはちゃんと自分でリリース&ストレッチをやって体のケアをしていきましょう。これやっていけばね、どんどん動ける体でまだまだ好きなことを楽しめるので、トレーニングもやるけど自分でねケアをしていけば結構ちょっとした腰痛は治っちゃうので、毎日続けて頑張ってください。バイバーイ。はい、今みっこ LINE 公式アカウントでは登録していただいた方に限定動画をプレゼントしています。年齢に負けずに好きなことを楽しむための3つの秘訣という限定動画を配信していますので、ぜひ登録をお願いします。右下の逆三角形をポチッとしていただいて、そこから LINE 公式アカウントを登録お願いします。また本気で痩せたいというあなたには、私がビデオ通話を使って直接フォームのチェックをしたりダイエットの相談をしたりできるみっこダイエットパートナープログラムというのも初回体験していますので、ぜひ一度お悩みを相談してください。ではこれからも一緒に頑張りましょう。